東口西口南口大崎駅は東京都品川区大崎一丁目にある東日本旅客鉄道東京臨海高速鉄道の駅である JR 東日本と臨海線が構内を共用する共同使用駅である JR 東日本の各線と東京臨海高速鉄道の臨海線が乗り入れている臨海線は当駅を終点としている このうち JR 東日本の駅には大阪のスリーレターコードが付与されている。当駅に乗り入れている JR 東日本の路線は全路名称上は山手線のみである。ただし東海道本線の支線と接続する大崎支線と旧蛇久保信号場及び旧目黒川信号場までも当駅構内の扱いとなっている。 運転系統としては次の3系統が停車し、旅客案内ではそれぞれ別路線として扱われている。また当駅は JR の特定特殊内制度における東京特内を呼び、東京山手線内に属している。大崎駅周辺の六黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成島式ホーム4面8線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。相互直通運転している関係で、JR 東日本、東京臨海高速鉄道で、駅舎、改札内、ホーム、着発線を共用している。標識などを見る限り JR 東日本の色が、強いが、どちらか一社の所有ではなく、鉄道資産としても、JR、 東京臨海高速鉄道の共同所有となっている。両社の財産協会は5から8番線の途中に設定されており、東京臨海高速鉄道臨海線と JR 大崎支線が共に記された終点表が設置されている。架空電車線への電力供給は通常、JR 東日本から行われる。1万 1JR から給電できなくなった場合に備えて、 臨海線から6.7番線に供給できる電線を設けている。そのため臨海線は JR 線の給電状況に関かかわらず、当駅構内を含む自社線内の通常運行が継続できる仕組みである。一方、駅管理は JR 東日本が行っている。すべての着発線が JR 東日本の運行管理下にあり、駅勤務においても、 JR 東日本が社員を配置して行っている。駅舎は、五反田寄りに北改札口、品川寄りに南改札口を持ち、両コンコースは、デラ大崎を介してつながっている。品川寄りのコンコースからの JR 山手線、ホームへのエスカレーターは、設置位置のホームが狭いために一人用である。また、北改札口からの出口は、 東口と西口が南改札口からの出口は新東口と新西口があり、東口及び新東口にはゲートシティ、大崎などへ、新在口にはセンクパークなどへのペデストリアンデッキがつながっている。自動生産機で臨海線の乗車券の生産を行うことは可能。生産にはかつてのパスネットは使用できなかった。 自動券売機も JR 東日本線用のものと臨海線用のものが別に設置されているように表記されているが臨海線の券売機でも JR 東日本線の乗車券を購入することが可能である。なお乗車券の自問は JR 東日本のもので発行される。JR 東日本が営業する緑の窓口では当駅発着の臨海線の普通乗車券。 往復乗車券、定期乗車券も発売している。各年度の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。駅園景2002年12月以前は山手線だけの駅であり、周辺はソニーや名電車などの工場地帯であった。東京都が1982年に、 大崎副都心に指定すると緩やかながら再開発が進み2002年12月に埼京線、臨海線、湘南新宿ラインが利用可能になってからは開発が加速しているこのうち大崎ニューシティ、ゲートシティ大崎、センクパーク、NB 会、大崎ビル、大崎ウエストシティタワーズ、大崎ウィーズシティはペデストリアンデッキを介して駅と直接つながっている 東急バスは従来、東口側の大崎駅停留所に発着していた。品川区によって新たに西口側に、大崎駅、西口バスターミナルが整備され、ウィラーエクスプレスが2015年12月7日、夜行便より、東急バスが翌12月8日より乗り入れを開始した。それぞれ以下の路線が乗り入れている。山手線で、都営バスが乗り入れていないのは東駅と代々木駅のみ。 地下鉄も含めて、都営交通が乗り入れていないのは当駅が唯一である。大崎駅、西口バスターミナル西口バスターミナルは、一般社団法人大崎エリアマネージメントによって、運営されている。面積は、約1392平方メートルで、バス乗降場は0から3番の4バースある。品川区や、運営団体では、今後以下の路線のほか盛岡、青森、 秋田、富山、金沢、鳥取、島根、広島などを発着する路線の乗り入れを目指していく。2016年10月31日からは、成田空港、芝山町を結ぶ成田シャトルが運行を開始。出店報道発表資料、ありがとうございます。